天満宮あんま熊本知らないんで。偽熊本です。いやいやいや、お前も偽熊本って言われてるやん。いやいやいや、俺はもうちゃんと高校までいましたから熊本に。まあそうやな、その3年間相当でかくない？でかいっす。いろんなとこ行った人だって3年間行きましたね。あ、行ける距離じゃないか。いやでも八代やもんね。やばい、八代バカにしすぎっす。全然行けるっすよ。市内までも一緒の距離ぐらいやもんな。そうっすね、俺らの地元。確かに確かに。おすすめあります？熊本のおすすめ、はい、いやマジ分からん俺。そんなお前聞くなよお前。やっぱ阿蘇じゃないですか。阿蘇とか俺西原村とか近いから。あ、知ってる西原とか。分かりますよ、分かりますよ。その阿蘇行く途中にあるとこですね。阿蘇ミルク山田牧場知ってる？知らないです。知らない知らないです。おすすめおすすめ。めっちゃ小さい頃からずっと行ってた。何があるんですか？ソフトクリームがマジうまい。行ってみてよ今度。はい、行ってみます。阿蘇とか行くならついでにね。大観望行ったことあります？行ったことない。え、マジっすか？行ったことない。嘘。いい、めっちゃいいっすよ。やっぱ景色がいいの？いや景色いいっすね、うん、あの普通の山登るよりも、うん、車でやっぱそこまで行けるんで。歩いていかなくていいんだ。あんま歩かなくていいんで。マジで？めっちゃ綺麗です、マジで。なんかお化け出るんじゃない？お化け出ないっす。聞いたことないっす。熊本っすか本当に。熊本熊本。市内とか行きます？市内行くよ。行かないっす、この感じ。たまに行く。行く行く行く。全然帰ったら、はい、ちょっとフラって行くし。あ、なんだろう俺あれ、一緒にコーヒー屋さんを出してるよ。え、そうなんですか？え、熊本で？小さい頃一緒にサッカーをやってた一個上の先輩の人と、はい、コーヒードットっていうのをやってて、はい、市内に一応出してる。え、それこれも経営者ってことですか？そう、俺も一応なんか出資してること。そう、出資してオーナーっぽくやってるんやけど、コロナの時期と被ったしバッチシ。もうなんかトントンでやってるって感じですね。まあ工夫しながら宣伝しといた方がいいんじゃないですか今。いやでもなんかいいよ、のんびりやりたいもん。あ、へえ。その人もそんな感じなんですか？あ、わかんない。でもいろいろやってる、工夫して。へえ。楽しんでる楽しんでる。え、コーヒーと、美味しいよ。コーヒードット行ってみてよ。コーヒードット、テイクアウトかな基本。へえ。店もそんなに大きくないから。コーヒーだけですか？コーヒーとデザート。へえ。ケーキとかスイーツ行ってみます。行って行って、はい、宣伝しといてちゃんと。いやいや、自分でやってくださいよ。思い出すよね。全然やってないし、ね。見たことないですよ、その宣伝してるところ、天満宮が。まあ、都市伝説的な話なんですけど、あの稲妻イレブンの松風天満っているじゃないですか。うん、そういう松田天満をあのモデルにしたっていう噂知ってます？もちろん、噂聞くよね。え、それ本当っすか？いやでも本当かどうかはマジでわからん。都市伝説本当に。高校の時なんだけど俺が。すごくないですか？めっちゃ言われたんやけど。だってあの稲妻イレブンの校舎は東福岡をモチーフにしてて、そう、東福岡だし、なんか俺らの代の時にちょうどできたし、そうですよね。そう、福岡のレベル5スタジアムがこう、はいはいはい、あれしてるし、まあ、これはもう嬉しいよね。でもそれ噂っすね。噂噂。松風テーマと松田テーマだもんね。そうっすよね。確かに。いやもうほぼ一緒ですよ。見た目わかんないし。別に普通に似てないそんなに。プレスタイルは。プレスタイルあんな慣れたら最高や。見てました？見てない見てない全然。俺が見てる時はまだあの遠藤守くんだもん。あ、はいはい。キーパー。分かる。ゴッドハンドですね。ゴッドハンド。確かにそこまでですね。そう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 。まさか一緒にやるとは思わなかったね。そうっすね。ね、知ってた俺のこと。いやもちろんですよ。俺小学校から知ってましたよ。小学校から知ってんの？はい。小学校だって、え、俺と1何個差？2個差っす。2個差か。だから全然やってるというか試合やってるんですけど、もう松田天満は有名でしたね。じゃあ高校でも高3と高1じゃん。そうっすよ。だから東いて出てなかった？たまに出てたっす。たまに出てた。高1でで天満くんと、あと木戸幸喜。木戸幸と熊本優太。ああ、有名でしたね。アイドル的存在じゃないですか高校。九州でやっぱ。そう。いや、大津から見てもそうなの？いや、そうっすよ。なんかもうキャーキャーっすよ。一個下とかすごくなかったっすか？あ、まあすごかったね。なんか SNS とかすごかったもんね。すごかったっす、うん、でも現実は男子校2800人で。男臭いってことですか？男臭い。そうそう、大津の方がいいよそれだったら。いやいやいや、大津なんもないっすよ。いいよそんなこと言って。あ、ダメっすね。
まあ田舎、ね、田舎っすけど、今までバレたね、あのサッカー集中するっていう面ではめっちゃいいっすね。いいよね。もうまず成長できますね。確かに誘惑ないしね。誘惑ないっす、全く。最高だよ。東なんて誘惑だらけじゃん、はい、博多駅あって。いや本当っす ね。まあでも寮生はめっちゃ環境いい。あ、歩いて5分だし。へえ。まあ、サッカーに打ち込もうと思ったら全然打ち込む。へえ。めっちゃいい。人工芝。いや、まだ土。土っす。人工芝にしてほしいね。してほしいっす。出資し。いやー、もっと上の人がいます。確かに。もっと上の人がやってくれたら。豊川大先輩が俺だ。はい、豊川大先輩がまずをね、やってくれたら。あ、嘘、3歳ぐらいです。かわいい。かわいいっすね。まあ、猫2匹なんですけど。一緒に寝たりしてる。マジっすか。かわいいっしょ。かわいい。ね、たまらんっすね。